新監督イヴォルトドールが就任したラツィオがセリエ A 第30節でユベントス 2-0 で劇的勝利を収めた。イタリアメディアはサッピ前監督時代にベンチを温め続けた鎌田大地を先発起用するなど、トゥドールがラツィオにもたらした変化に注目した。また守備的ミッドフィルダーの鎌田が新たな役割を見出したことを評価した。一方で主将のインモービレや副主将のアルベルト、不可欠だったゲンドゥージラが先発から外れたことでロッカールーム内の序列変更を示唆している。次のコッパイタリアではこれらの豪華メンバーが先発復帰すると見られており、トゥドールがチーム全体を巻き込む戦略を取ると分析されている。